さん、しゃべくり7で放送事故何があった、ね、やらせかよっつってね。はい、じゃあ行きましょう、放送事故何があった、ゲストがずっと右手にわら人形、かっこ使用済みを作っている。なるほどね類似タレントがいたんでしょうね、はい、その前の回とかにね、日本撮りとかでしょうからね、あれね、しゃべくり7で放送事故何があった、はい、ホリケンさんがアッコさんをいじりますんですごく怒った体でお願いしますっていう LINE が出た。なるほどね、バーッとねやっちゃったよこれ。いいですね、また LINE がもうやらせかよ。しゃべくり7では、名倉さんが全裸っていうのがありましたね。ありがとうございますね、陽大川さんね。はい、しゃべくり7で放送事故何があったかは、そうですね、松井和夫が西武に移籍したら007になったでございました。さようなら松井和夫、頑張ってね。